ガンダムシリーズには白い悪魔や赤い彗星のように異名を持つ人物が多数登場します。ガンダムシードシリーズも例外ではなく、劇場版シードフリーダムでは新アスカにフリーダムキュラーという2つ名が付くなど、モビルスーツバリエーションなどの外伝も含めて多くの異名を持ちキャラが存在します。そこで今回はガンダムシードに登場した異名を持つキャラについて見ていきたいと思います。ムーラフラガ。ムーはエンデュミオンの鷹の異名で呼ばれています。開戦初期のグリマルディ作戦においてモビルアーマーでジン5機を撃墜する活躍を見せたことで付けられたとされています。しかしこの裏にはグリマルディ作戦の惨敗を連合軍がムーの戦績で隠そうとした思惑があるため、ムーはこの異名をよく思ってはいないとのこと。デュエイン・ハルバートン。連合時代の魔竜の上官にあたるハルバートン提督、クルーゼから師匠の異名で呼ばれていました。連合軍内で早期にモビルスーツの有用性を解き開発にこぎつけるなど、連合の中では柔軟な思考をする人物で、そういった有能さが敵軍からも評価されていたことがわかります。ラウル・クルーゼ。クルーゼは見たままの通り仮面の男として、クルーゼ隊の名前とともに連合軍側にもその名が広く知られています。第一次連合プラント大戦開戦初期に勃発した世界樹攻防戦でモビルアーマーを37機撃墜、戦艦6隻を撃墜するなど目覚ましい活躍を続けていましたが、素性のわからない姿から鬼のような仮面をつけているという印象が強いようです。ラクス・クライン。ラクスは歌声とともに平和を訴える姿から歌姫としてプラント国民からアイドル的人気を誇っています。その影響力は絶大で、デスティニーでは国民がラクス・クラインがそう言うならと盲信的に受け入れる様子も見られました。またその異名にふさわしいキャスティングをすべく、ラクスのオーディションは演技ではなく歌唱力によって決定されたと担当した田中理恵氏によって語られています。アンドリュー・バルトフェルド。バルトフェルドは砂漠の虎という異名で呼ばれています。書籍シードモビルスーツバリエーションによると、この異名は広告代理店が戦意高揚のために宣伝したものとされていました。ザフトの北アフリカ駐留軍司令官として砂漠戦でラゴンを借り虎のごとく活躍していたことから付けられたと思われます。カガリエ・ラースハ。カガリは大地の女神の異名を付けられています。これはラクスが天の女神であるのに対し、カガリは対をなす存在、地の女神として監督の福田光雄氏から語られていました。作中でこのように呼ばれているわけではありませんが、シードデスティニー終盤で宇宙へ上がる仲間と離れ一人オーブに残った姿からも大地を守る存在として呼べるのではないでしょうか。ミゲル・アイマン。ミゲル・アイマンは黄昏の魔団の異名を持っています。アニメ作中では触れられていませんでしたが、後にシードモビルスーツバリエーションで異名が設定されていました。夕日のようなオレンジ色に塗装された機体で高機動を生かした一撃離脱戦法を得意とする戦闘スタイルからその異名が付けられたとされています。ハイネ・ベステンフルス。デスティニーで一時神たちの同僚となったハイネですが、機長という二つ名が付けられています。劇中で特にこの呼ばれ方はしておらず、中の人の楽曲でも該当しないのでこの名前の経緯がいまいちわかりませんが、ハイネに憧れた隊員で構成された通称オレンジショルダーという特別部隊が存在していて、全員ザクオーリアの方々をオレンジ色にカラーリングしていたのでキャライメージなのかもしれません。シホ・ハーネン・フーズ。ジュール隊に所属するシホは宝戦火の異名で知られ、機体にもパーソナルマークとして左肩に宝戦火がマーキングされていました。シホの四方へビームを飛ばす戦い方を見たイザークが種子を四方へ飛ばす宝戦火に例えたことが、そのままパーソナルマークとして採用されたという経緯を持ちます。マルコ・モラシム。シード作中インド洋でアークエンジェルを襲撃したモラシムは航海のシャチホコの異名を持っています。空中水中モビルスーツを駆使して海上戦で活躍したことからこの異名が付けられたものと考えられます。ウズミナ・ラースハ。オーブレン王国の出張であるウズミは威厳とカリスマ性を持った政治力で、連合ザフト両陣営からオーブの獅子の異名で恐れられていました。平和主義を唱えながらも裏では着々と戦力を整えている姿からザフトの諜報員には獅子は眠らせておきたいとも語られています。
エドガード・ハデレソン。シード、モビルスーツバリエーションに登場した人物で、切り裂きジャックの異名を持ちます。これは白兵戦を得意とし、帰還すると必ず蒸気には敵モビルスーツの返り血、つまりオイルが付着していたことから、連続殺人犯にちなんでこの2つ名で呼ばれるようになりました。ジェイン・ヒューストン。シード、モビルスーツバリエーションに登場した人物で、ザフトの水中用モビルスーツに対して獰猛な戦いぶりを見せたことから、白芸の異名で呼ばれていました。モラシムの部隊に所属部隊を全滅させられた過去から、フォビドゥンブルーやディープフォビドゥンのテストパイロットに志願、その復讐に燃えて戦う姿も相まってザフトに恐れられたとされています。モーガン・シュバリエ。ユーラシア連邦の戦車部隊に所属する人物で、マッドドッグと呼ばれていました。月下はモーガンが夜間の作戦を得意としたこと、狂犬は彼の立案する作戦が先を読みすぎて一見無謀に見えることに由来しています。レナイ・メリア。初期 GATX シリーズパイロットの教官を務めた人物で、乱れ桜の異名を持っています。頬筋から背中にかけた桜の花びらのようなあざと、高機動で敵機を撹乱しミサイルを乱射する戦法から、この異名が付けられました。バリー・ホー。シード、モビルスーツバリエーションなどに登場した人物で、献身と呼ばれます。ナチュラルでありながら、コーディネーターを素手で圧倒する格闘センスと、それを生かしたモビルスーツでの肉弾戦で軍人になって、わずか2ヶ月で瞬く間に戦果を上げたことから、このような異名がついたようです。ミハイル・コースト。シード、モビルスーツバリエーションなどに登場した人物で、ドクターの異名を持つ元医者のエースパイロットです。元医者という経歴から、戦場では戦局の流れを病に見立て、的確に幹部すなわち敵の中枢を見つける姿から、仲間からもこの異名で恐れられていました。バルザム・アーレンド。シード、 X アストレイに登場するハイペリオン2号機のパイロットです。アルテミスの表しという異名を持ちますが、実際はムーのエンデュニオンの鷹にちなんでつけた自称であり、エースでも何でもない平凡なパイロットで、作中ではあっさりと戦死しています。イワン・ザンボワーズ。デスティニー・アストレイに登場した人物です。ユーラシア地域の独立運動における旗頭であり、ハイペリオン3号機のパイロットも務めるイワンの異名はユーラシアの英雄。民間人ではありながら、ユーラシアで多くの地域を解放したことから、この異名が付けられました。ジャン・キャリー。シード、モビルスーツバリエーションに登場したコーディネーターでありながら、正規の連合軍僚という人物で、きらめく強制税の異名で知られています。これは彼の乗る白い機体が戦場で強くきらめいて見えたこと、彼のイニシャルである J に由来しています。また J にはジョーカーの意も込められており、連合時代の彼の微妙な立場が表された異名ともなっています。レオンズ・グレイブス。フレーム・アストレイズに登場した人物で、民間軍事企業に所属しながら数々の戦場の荒波を乗りこなしてきたことから、ウォーサーフという異名で知られるようになりました。高い指揮能力を持つことから、ナチュラルでありながらザフト軍のアジア圏司令官にも就任しています。ロンドミナ・サハク。アストレイシリーズに登場する人物で、ディランダル議長からオーブの影の軍神の異名で呼ばれ恐れられていました。これは主張として国を表から支える係に対し、自身が発した天空の宣言の賛同者を裏から守っている姿に由来したものとなっています。ジェス・リブル。デスティニー・アストレイの主人公であるジェス・リブルは、世にも珍しいモビルスーツに乗ったジャーナリスト。そんな彼の異名はヤジウマバカ。これはリブルの熱血な性格が災いして、あまり考えず現場に飛び込んでしまったり、時に取材対象に強く入れ込みがちなところを皮肉った異名となっています。トロヤノワレ。フレーム・アストレイズの主人公にして、アストレイ・グリーンフレームのパイロットを務める彼の異名は密林のファイアーボール。これはトロヤの熱い性格と、ビームライフルの発射テストの際誤って大規模な山火事を引き起こしたことで、仲間から皮肉交じりに呼ばれるようになりました。イライジャ・キール。アストレイシリーズに登場する人物で、英雄殺しのイライジャと呼ばれています。これはザフト軍の英雄であるグードデアを依頼によって抹殺したことが由来となっています。これ以降、ユーラシアの英雄や華麗なる英雄、略して霊雄など、英雄と縁のある人物に狙われることが増えたようです。
2. フレームアストレイスに登場した仮面で素顔を隠した戦闘用コーディネーターです。常に仮面で素顔を隠しているため沈黙の仮面の異名を取っていました。なお肉弾戦の戦闘力は剣心バリー4以上で、最後はシュトウレバリーを殺害しています。アレック・ラッド。フレームアストレイズに登場した人物で、常に正々堂々と戦うことから敵味方問わず称賛され、ミスタージェントルの異名を持ちます。しかしその清廉さは地域制圧任務には不向きで、豪を煮やしたザフト軍の上層部によって派遣されたレオンズに指揮官の座を脅かされることになります。リュカス・オドネル。フレームアストレイズにて登場した元ザフト軍所属のエースパイロットで、戦いを求める好戦的な性格と多大な戦果から猛獣の異名を持ちます。なお好戦的な割に知的で冷静な性格をしている点から、静かなる旅獣とも呼ばれています。村雲がいアストレイ B の主人公である彼は、圧倒的な戦闘技術を持ち任務をこなす姿から伝説の傭兵と呼ばれています。無駄のない戦いで常に敵を圧倒する姿が印象的です。ロウニュール。アストレイの主人公である彼はジャンク屋でありながら、連合ザフト間の戦争によって起こる様々な事件に関与したことから、戦うジャンク屋という異名を持ちます。中破したストライクから重傷を負ったキダヤマトを救助したり、ラクスやバルトフェルドも助けていることから、彼がいなければシードの歴史は大きく変化していたでしょう。こうして異名について調べてみると、意外とアニメ本編の主要人物は異名を持たないキャラクターの方が圧倒的に多いことがわかります。ちなみにアスランはなぜかアスランザラとフルネームがそのまま異名として挙げられることがあります。これは第二次ヤキンドゥエ戦最大の戦犯であるパトリック・ザラの息子という意味合いが込められているからだと考えられます。またシンもアニメ本編では異名は付けられていませんでしたが、劇場版の舞台となるコズミック・イラ75年ではフリーダム・キラーという異名がついていることが明らかになっています。コズミック・イラの世界で唯一フリーダムを撃破したパイロットなので、最大級の名誉と言えるかもしれませんが、キラの仲間となった今としては少し複雑な異名かもしれません。また劇場版での新キャラであるアグネス・ギーベンラートは月光のワルキューレという異名を持ちます。北欧神話でワルキューレは戦場で生きる者と死ぬ者を定める女性とされているので、映画ではきっと異名に恥じない活躍をしてくれるのではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。